オケ業務釣りに来てるぜ。今日はさ、祝日だから釣りは混んでるかなと思って、どうしようかなと思ったけど、餌がまだあったからこれあれだなと思って、10時に釣り具屋に行ってから来なくていいから、ちょっと早く行けば場所空いてっかなと思って来たら、案の定空いてたから、今日も釣り楽しんでるよ。でかいの釣れるといいな。今日はね、手竿で、延べ竿で、ミヤクもやろうかなと思って、その竿を持ってきて、やろうかなと思ったんだけど、とりあえず引き潮で、川がすごい浅いから、もうちょっと深くなってきてから磨く釣りしようかなと思って、だから鈴つけてちょっとほっぽり投げておこうかなと思って、意外とこんな感じで投げて置いとくだけで釣れるときは勝手に釣れてくれるよ。ほら、言ってるそばから釣れたよ。
だんだん満ち潮になってきて水も濁ってきたから、こっから釣れそうだね。そういえば俺この間シーバスロッド自分で踏んで折ったんだけど、笑えたよね。でもまあ本命でっかいハゼなわけだから、ちょっとコンパクトロッドと延べ竿でやってみようかなと思ってるよ。
この生後結構でかい。今日はいっぱい釣れたぜ。